はいえ皆さんこんにちは DZH フィナンシャルサーチの和田ですえただいま6月21日の金曜日ですね午後の1時44分ぐらいになりますけれども SBI FX ニュース始めていきたいと思います しいいですけれども全般的にはドル買いとという相場となりました、まあ、特に欧州時間入りまして SNB、SN でスイス中銀がです、ね、利下げを決定したということを受けましてドルスイスが急進という形ドル買いスイスファン売りですねこちらが出たわけですけれどもこちらに釣れる形で全般的なドル買い相場となりました。 そして、ニューヨーク市場入りますと、経済市場、非常に弱かったんですけれども、一転して低下し,していました金利がです、ね、上昇、大幅な上昇に転じる中で、アメリカの金利の上昇に釣れる形ですね、ドル円も買い戻しが入って、高値を更新して、ニューヨーク市場を引けるという形となっています。そして、今日の東京市場ですけれども、今こそまだまた落ち着いてきてますけれども、今本日159円台まで一時ですね、高値を更新するという動きが見られています。 まあそこら辺の値動きですね、少し詳しく見ていきましょう。<laughs> はいえこちら見てもらってますのが昨日からの一日通しののレンの5分チャートです昨日は東京時間朝方1 5 7 9にまで下す場面がありましたけれども6月20日後頭日ということもありまして実時の回ですね断続的に観測されますと次第に下値を切り上げていくという形となりましたそして前日の19日の高値が158円の1-2だったんですけれどもそちらを上抜けまして158円の1-9まで値を上げます、まあ、ただ6月14日の日銀のですね先週末 なりますが日銀の金融政策決定会合後の戻り高値158円の26という高値があったわけですけれどもこちらが意識されますと高値圏でのもみ合いとなります。 そして、欧州時間入ってきますと、今お話してますように、スイス中銀、SNB が0.25%の利下げを決定しました。市場では利下げなのか据え置きなのか、フティですね五分五分の予想になっていまして、どちらに転ぶかわからないといったような、ですね非常にきっ抗した状況だったわけですけれども、SNB の利下げの決定を受けまして、ドルスイスが急進、ドル買いスイスフラン売りがです、ね、見られますと、全般的なドル買いという形となります。 えー、そして、えー、こちらですね、6月14日の戻り高値として意識されてました158円の26を上抜けまして、一時158円の47まで値を上げるという形となったわけです。その後、ニューヨーク市場入っていきますと、まず6月のアメリカのフィラデルフィアレンギン製造業景気数、予想の5.0の予想が1.3、そして5月のアメリカの住宅着工件数が年率で137万件の予想のところが127.7万件。 5月の建設アメリカの建設許可件数ですけれどもこちらも年率で140万件の予想のところが138.6万件そして前週の新規請負件申請件数こちらが23.5万件の予想が23.8万件と。 いずれもですね予想よりも弱い数字が出たというところからアメリカの金利のですね4.2246%まで下押すんですけれどもその下押しと,とともにドル円も158円の25まで下押しをしますただ47から25までの下押しにとどまりますと今度は一転して金利がですね4.2925%まで上昇しますやはり休場明けのですね米国市場をですね債券のショートカー 債券の利回りのですねやはりショートカバーのような形になりました、戻り売りですね、債券の戻り売りが出る中で、158円の今度は91まで値を上げるという形、その後、158円の70まで下押すんですが、下押しも極めて限定的に終わります。引けにかけましてはアメリカの財務省が 外国為替報告書というのを発表しまして、こちらの中で日本を監視リストに追加するということが分かりました。こちらをきっかけとしまして、引けにかけては百五十八円の九四まで安高値を更新して、二億市場を引けるという形となっています。 そして今日の東京市場ですが、見てください、こちらです朝方こそ158円の82までの下押しにする場面があったんですけれども、その後はやはり実需の買いですね、中にかけて観測されますと、昨日高値の8円の94を上抜けて、159円を。 台をつけるという形ですね9円台に乗かったところは少しストップロス的に買いが入りました159の13の高値まで値を上げるという形になっていますその後は戻りに押されますと158円の83まで値を下げるんですが朝方の8人には届かず再び158円96まで買い戻しがいって今も90バサミでのもみ合いがついているという形となっています まあこの5分チャートの方からわかることですけれども、昨日のニューヨーク時間の午後の下押しがな8円の7丸、そしてニューヨーク時間の安値が8円の2号ですね。もうこちらがすでにサポートレベルということになっています。冷やしチャートで確認しましょう。どれに関しましては、戻り高値をですね、今… 確かめにいっているようなところですけれども、こうなりますと、やはり4月の29日の年収来高値ですね、160円の17というのがチャート上では非常に重要な戻りの目ドとして意識されるということになってきています。はい、それでは彩りのほも確認しましょう、ユーロの5分チャートがこちらです。 イーロンに関しましても、ドルスイスの急伸、ね、ですとか、あとはアメリカの金利の上昇、こちらを受けた中で、全般的なドル買いという形となりますと、ずっとですね終始、収支戻り売りに押される形となりました。昨日は1.0749の高値から1.0702の安値まで値を下げています。 そして引け後に1.0701までアジア時間入ってすぐにですね1ポイントだけ安値を更新したんですけれどもその後は買い戻しですね1.0718まで今買い戻しが進むという形になってますけれども値幅はほとんど出ていないという形でしょう。こちらも冷やしのチャートで確認します。 ユーロに関しましては、ですね一気に一目の雲を下抜けてきて、その後は買い物時が入ったんですが、戻りもかなりですね頭が重くなってきています。結局、昨日の大幅な下落を受けまして、少しですねやはり下サイドをケアしなければいけないような状況。そうなりますと、昨日うの安値は今日ですね、1.0701までもう更新しているわけですけれども、17日の安値の1.0686や、今度は14日の安値、ね、1.0668ですね。 こういったところがでですす。ね、非常にに安値とととしては意識されるといううこここなりそうですここを抜けてきてしまいますと、今度は5月の1日の安値1.0650ですとか、あとは4月の16日の安値1.0601、こういったところもですね、意識せざるを得ないということになりそうです。まあ、いずれにしましても、この後ですね、やはり海外市場での米株のです、ね、動向ですとか、アメリカの金利動向、こういったところに敏感に反応する可能性が高いというところでしょう。 それではこの後予定されています、主な経済指標ですね、確認をしていきます。はい、それではですね本日ですけれども、欧米のですね PMI の速報値、こちらが次々と発表となります。4時15分がフランス、4時半がドイツ、5時ちょうどがユーロ圏、そして5時半がイギリスですね、いずれも6月の製造業またはサービスボの PMI の速報値。 そしてニューヨーク市場入りますと9時半が4月のカナダの小売売上高や5月カナダ高工業製品価格カナダ原料価格数と発表となりますそして10時45分はアメリカの6月の製造業サービス部門の PMI の速報値がそれぞれ発表そして11時には5月のアメリカの景気先行指数や5月アメリカ中古住宅販売件数と重要な数字が続きますそして本日はスウェーデンが急場扱いという形となります いずれにしましても、ですね、今日アジア市場では日経平均、なかなかですね、頭の重い展開ですね。え寄り付きから一時160円超える上昇だったんですけれども、その後です、ね、でさえない動き、行ったり来たりを続けました。そして、5番になりまして、ですね、マイナス幅をです、ね、広げるような形となったわけですけれども、今また 2, ドル2円安ですね、前日の終わり値を挟んで、少しですね、神経質な展開になっているというところですけれども、この後のですね、やはり、 株式市場の動向ですとか、まあ、アメリカ、ニューヨーク市場は今日セメジャー SQ ということもありまして、少し動きが出る可能性がありますので、そういったところもです、ね、見極めながらということになりそうです。それでは今日の解説をおい,いたします。